ガサガサ入れてっていいです。はい。はい、どうも、料理のお兄さん、リュウジです。ということでですね、今回はですね、まあ僕もまだ一滴も飲んでないということでね、一滴も飲んでないシリーズです。ということは、皆さん何をやるかわかりますね。至高のシリーズです。今回やるのは、僕には非常に珍しい和食ですね。鶏五目。これをやっていきます。僕なりの味付けでものすごく美味しい至高の鶏五目炊き込みご飯、これをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、それではですね、材料説明いきたいと思います。まず鶏肉ですね。鶏肉なんですけども、これ半分、2分の1は 130g ですね。あとごぼう 40g、 これがね3分の1本ぐらい。生姜ですね、香り付け具材としてもいただきます。国産の皮付きのもの使ってください。国産の香りが強いんで、これ 10g ですね。椎茸が、このサイズ2つ、もうちょっとちっちゃかったら3つとか使ってください。で、人参3分の1本、これ 40g、あと油揚げが1枚、これ油抜きしないもので大丈夫。あとご飯、これが2合ですね。これね、溶いてないものですね。これでやっていきたいと思います。で、あと調味料は概要欄で。それではですね、これから至高の炊き込みご飯を作っていくんですけども、まあ、至高の炊き込みご飯を作るにあたって非常に大切なことがあります。それはですね、まあ、和をですね、慈しむ心です。ちょっと用意したものがありますので、そちらで和の心を学んでいきたいと思います。こちらですね、北海道のクリマレを飲んでいきたいと思います。これ別に案件ではないです。唐揚げの回でこの瓶で伸ばしてしまったので、それを見た酒造の方が斬新な使い方していただいてありがとうございますって言って送ってきてくれたクリマレです。はい、クリマレ酒造さん、本当に乱暴な扱いをしてしまいました。すいませんでした。なので、今回飲ませていただきます。いただきます。あ、うまい。見て、ミッフィーちゃんなの、これかわいいでしょ。そして和の心を学びましたね。あ、奥深いと。じゃあですね、やっていきたいと思います。まずですね、材料カットしていきます。まずは油揚げね。油揚げは本当にね、こんな感じで細切りにしていきます。僕の場合はね、まあ、これだけだとちょっとご飯食べた時にヒューッとこう長くなっちゃうので、これをまた、こう半分に、これぐらいで、これね結構ね食感になって味も吸うんで、すごく美味しいんで、油揚げ使ってみてください。このね五目ご飯はね、弱点が一つあって、材料がね全部ねちょっとずつ余るんですよ。なので、これ今回2合分やるんですけども、4合とか炊いても大丈夫です。そしたら人参ですね。人参はもう本当に千切りにしていきたいので、薄切りにしてあげてください。で、千切りにしたらこうやって並べてね、並べたらこうやって、あ、これね、なんかしりしり器みたいなので千切りにしても全然平気です。まあ細くてももうちょっと太めでも全然平気なんですけども、まあ、これぐらいの切り方にしていきます。そしたらですね、まあ椎茸なんですけども、まあ椎茸はこの軸の部分を、切ってください。そしてまあこれももう薄切りにしていく。僕は炊き込みご飯の椎茸はかなり薄切りの方が好きです。ここら辺は好みなの で和食のお店とかだとここ使わなかったりするんですけども、今回ね家庭料理なので使いましょう。軸の部分ね、軸は、やっぱ歯ごたえがちょっとあるんで、じゃあここ、切って、ここを千切りしていく。薄切りにしていくとね、この硬い、茎の食感が、ね、気にならないので、こんな感じ。まあ、生姜も同じような感じです。ちょっと薄切りにしてあげて、でね、生姜はね千切りが一番いい。皮のあたりがすごく香るので、皮はねちょっとね拭いてあげて、ゴシゴシしてあげて、あとはこんな感じで千切り。このね千切りがね非常に口に入れた時にふわっと香って非常に高級感が増しますので、生姜入れてください。僕ね生姜すごい好きなんで、大体何でも入れるんですけども、この炊き込みご飯にも生姜入れます。そうするとね鶏の臭さとかもなくなって非常に美味しいんですね。でごぼうなんですけども、ごぼうはねちょっと洗いましょう。ここでね、まあ、たわしでちょっとこすります。であんまりこすりすぎちゃうと土の匂いがねなくなっちゃうので、そこそこでいいです。こんな感じですね。こんな感じ、土の感じも残ってる。で、これ、ささがいてもいいんですけども、ささがきって難しいので、薄切りにしちゃっていいです。ささがきができないっていう方結構いらっしゃるんで、ぶっちゃけね、ささがきは慣れてないんだったら、こうやって千切りにしちゃった方がいい。その方がね、楽だと思います。早いと思う。こういう感じで。できる方はささがきでも全然いいです。はい、こんな感じですね。で、最後にお肉。で、これはどうするかっていうと、ご飯と一緒に炊き込むので、ちょっとちっちゃめにします。横に切っちゃいますね。一回ね、横に切っちゃってから細切れみたいにしていく。これぐらいのちっちゃちゃです。ちっちゃちゃです。ちっちゃちゃです。
これぐらい。よくスーパーとか鶏の細切れとかで売ってると、それぐらい切っちゃいます。こんな感じですかね。これがね、ご飯を一口ずつ食べた時に一番こう口に入りやすいので、皮は一緒に炊き込んだ方が僕は好きですね。じゃあこれで材料は終わり。じゃあですね、米、これね、普通に溶いてください。入れてガーってやって、流してガーってやって、もう一回流して、それぐらいでいいです。今の米はね、いい米なので、そんなに溶かなくても平気です。はい、上手に溶けました。まあ味もつけちゃうのでね、そこまで気を使って溶く必要はありません。そしてですね、ここに調味料を入れていくんですね。あとお醤油です、大さじ2杯。あと白だし、僕ね、ヤマキのしか使わないんで、ヤマキ。みりん、みりんね、今日はね、本みりん使います。いや、まあみりん風でもいいんですけども、本みりんと僕タイアップしてるので。でもね、まあ僕ね、みりん風調味料でもいいと思うんですが、本みりんにしかできないことってあるんですよ。本みりんにしかできないことってどういうこと？飲むんですね。あー、うまみりん。みんなちょっとおかしいと思ってるでしょ。みりんってめっちゃ美味しいですからね。まあ僕は上級者なのでそのまま飲めますけども、皆さんは氷入れて飲むんですよ。ロックで飲んですよ、みりん。めっちゃうまいから。これね、みりん風調味料飲まないでくださいね。本みりんじゃないとダメだから。そしてですよ、日本酒使うんですけども、調理酒じゃない方がいいです。こういう清酒がいいです。塩分ないやつですね。塩分使ってないやつ。じゃあですね、 100cc、 料理してる方分かると思うんですけども、恐ろしい量です、これ。 100cc ここに入れる、これはこの至高の炊き込みご飯に一番必要な、僕が日本酒好きだからじゃないですよ。お酒の分量多くするっていうこと。でお酒っていうのは米から作られてるんで、すっごくうまみと風味を蓄えてるんですね。これを効かせることによって、ものすごく美味しい五目炊き込みご飯に、なります。釜飯みたいなものですね、鶏のね。でそうしたら、まだね、これ1000まで入れるんですけども、1000まで到達しないので、残りの水分をこれ入れてあげます。これはね、釜の1000まで入れてください。これね、これはね、ちょっとこう、ね、見ながらやってください。普通に炊く時のお水の量にここでします。そしたら入れていきます、具材はね。これ出汁が出るんでね、水に浸からした方がいいです。最初に入れましょう。あとはもうガッサガサ入れてるっていいです。はい、ガッサリと入れちゃってください。でね、これね、蓋して炊き込むことによると、これもう全部火通りますから安心してください。これね、釜によって違うんですけども、これ5合炊きなんですけども、5合炊きで5合を炊き込むご飯をやると失敗しちゃうんですよ。これ5合炊きだったら3合ぐらい、10合炊きだったら5合か6合ぐらいやらないと米が生煮えになります。なぜかというと具がいっぱいあるから。これ注意点なので、それお使いの、炊飯器によって違います。そうしましたら、この炊飯器スイッチを押すだけ、タイムワープします。はい、ということで、1時間前の未来から、あ、未来じゃねえや、過去からやってきたリュウジです。1時間の間に何があったのかを皆さん、察してください。ということで、鶏五目飯、炊き上がったみたいなので、いいですか、皆さん、オープン。な感じになってますよ、皆さん、美味しそうですね。見てください、ちょっとこう、焦げ感あるの分かりますか、これ。いやー、具沢山ですね、やっぱりね。2号に対して、あの種類の品目を使うとね、天候もりもりにしましょうね、これね。おー、いいですね。これはうまいでしょう。昔はね、パスタばっか食ってたんですけど、僕イタリアン勉強してたんで、最近はね、ご飯がね、めっちゃうまいなっていう気づき始めてきて。あ、でね、必ずここで、味見てください。味見て、ちょっとね、塩。このままだと非常に優しい味がするので、ちょっとね、お塩振ってあげると非常に美味しくなります。これはね、お好みでいいです。薄味が、好きな方はこのままで十分だと思います。僕はしょっぱいの好きなので、塩分に関しては皆さん本当に好みが違うんで、女性はね薄味が好きだったり、男性は濃い味が好きだったりするので、酒飲みは濃い味が好きだったりとか、酒飲まない人は薄味が好きだったりとか、あと糖質制限してる人たちとかっていうのは薄味を好みますよね。ご飯食べないからね。だからご自身でここで調整してください。これでもいいんですけども、ちょっと青みが足りないので、小ネギを上にちょこんとね持ってあげると、非常にこうシズル感が出ますんでね。このご飯めっちゃうまいんだよな。はい、ということで、できました、至高の鶏五目飯完成です。じゃあ、いただきます。香りやばいんだよこれ。ごぼうと椎茸だ、酒の香りもすっごいするのこれね。これ以上うまい炊き込みご飯を食べたことない。香りと風味やばいねこれね。料亭で食うような味になってます。これ素材の香りをこれだけ生かすと、うまい飯ができるんですね。後振りのお塩もすごく効いてます。
炊き込みご飯って結構単体で食うのとおかずと食うのとどっちがいいのか分かんないじゃないですか。僕ね、どっちも対応できるようにしました。これ単体で食うんだったら塩もう少し強めの方がいいですし、おかずと一緒に食べるんだったらこれでいい。香りがねやばいレベルになってます。生姜もそうだし、椎茸もそうだし、ごぼうもそうだし、人参もね香りが出るんですよね。鶏のあの香りもあるんですけども、あと日本酒ですね。止まらんこれ。まあ、締めの料理なんですけども、締めにならない。ポイントはですね、これね、大量の日本酒ですね。かなりの量の日本酒が入ってると思うんですけども、これがね米の旨味をさらに引き立てるんですね。なぜかというと日本酒は米から作ってますからね。僕今国まれ飲んでるんですけども、間違っても国まれとかそういうお酒は入れないでください。国まれはそのまま飲むように改良されたお酒なので、癖のないお酒がいいです。発掘するとかね、あの料理用の清酒とかでもいいです。そして僕お得意の味変、柚子胡椒。これ絶対絶対合うから、柚子胡椒でなければ七味唐辛子ね、ちょっとこう乗っけて頬張ると。これですよこれ。炊き込みご飯ってこれだよね。僕はねちょっとね柚子胡椒押します。かなり鶏肉と柚子胡椒ってすごく相性がいいんですよね。炊き上げる水分量の半分ぐらい日本酒と調味料っていうのが特徴的なだけであるので、これはねぜひやってもらえたら、日本酒をこんなに使って炊き上げるとこんなに美味しくて芳醇な香りのする炊き込みご飯、炊き込みご飯うまい。なのでぜひ皆さんこの炊き込みご飯ぜひ試してみてください。実はあのさ、一日に試行シリーズを2本取るとぶっ壊れちゃいますね。なぜかというと、あれ本当に僕好きなものしかやってないので、飲みすぎじゃん、本当に本当に。この炊き込みはちょっとやばい。